どうもお疲れ様でーす。パンクロック TV でーす。今日はですね、ちょっとロックバンドについて日本の、語っていこうと思います。僕オルタナティブロックが大好きで、もう90年代からの走りですね。もうで今受け継がれて、今日本で大注目のバンド、羊文学ですね。はい、羊文学について語っていこうと思います。今日は羊文学はですね、僕がもうさ、もう本当に知ったのが、今年か、曖昧でいいよっていう曲がありまして、もう多分ファンからすればもう遅いと思うんですけど、曖昧でいいよで、YouTube でね知って、んでとりあえずなんかギターが共鳴してんの、これちょっとポーンって響いてんな、ちょっと置きますねこっちに。で曖昧でいいよを聞いたんですけど、めちゃくちゃいい曲だなっていうのがやっぱ衝撃で、んで曲もさることながら、とりあえず塩塚萌香さん、ボーカルギターの方がいるんですけど、その透き通るような声と、あの裏声の使い方がすごい大好きで、塩塚萌香さんのちょっとやられましたね。でベースのグルーヴ感もすごいいいなと思いましたし、あとドラムのね、ちょっと前髪がすごい長い、目が見えない、あの人のやっぱセンスの良さも、センスの良さというか、とりあえずグルーヴ感のある曲だなと思って、それで曖昧でいいよの好きな部分、特に好きな部分が2つ目のサビが終わってからの次の展開があるんですけど、そこがねたまらなく好きなんですよね。ちょっと曖昧でいいよでちょっと検索してちょっと見ていただきたいんですけども、そこがミソですね。ミソってちょっと重要なとこですね。はい、そうですね。で羊文学ってなんか一番再生数がある曲って1999、僕はもうちょっと最近したんで、最近というかここそうですね、曖昧でいいよから知ったんで、そのちょっと前の曲1999って有名な曲があるんですけど、それもねやっぱ最初のギターですね、あの音やっぱオルタナ感感じますよね。多分ジャンルによっいろんな呼び方する人いるんでしょうけど、僕にとってはもうオルタナティブロック、彼らはめっちゃ字がねすごいですけど、オルタナティブロックを感じさせるバンドなんですよね。サウンド面といい、あとやっぱ3人のあの感じが、そうなんですよね、オルタナ感を感じさせて、すごい大好きなバンドですね。今要注目のバンドで、しかし残念なのがやっぱコロナになってしまって、で去年ですね、もう多分去年だったらもうね、もうフジロックとかその辺は決定的だったと思うんですけど、開催されず、で今年もね開催決定しましたけど、日本人オンリーなんでね、今回フジロックが、羊文学も確率だろうな、あとは日本人のみなんで、もしかしたらどういうステージ構成になるかわかんないんですけど、ホワイトステージだったり、正直いつものフジロックなのもレッドマーキーで伝説残すみたいなのもかっこいいと思うんですけどね。はい、そうですね、羊文学、羊文学はですね、人間だったっていう曲があるんですけど、それが一番好きですね、僕の中では。
はい、まあ、きっかけは IMIDO だったんですけど、まあ、でいくつか曲を聴かせてもらって、人間だったが一番、僕は一番好きな曲ですね。特に、やっぱり塩塚萌香さんの裏声の使い方がもう本当に、僕が大好きで、すっごいセンスがあるなって思わせる歌い方なんですよね。そうですね。まあ、センスを感じさせられますよね、塩塚萌香さんの。雰囲気というか、ちょっとチェックしてみてください。人間だったわ、まああれもやっぱりオルタナティブロックを何回も言うようですけど感じさせますよね。まあ、とにかくね、その3人の一見、ま、バラバラのような見た目に感じさせながらも、あの融合した時のグルーヴ感がすごいバンドですよね。はい、でまあ今ね、また最近新曲2曲ぐらいですか、ゴーストとあとラッキーですか、アップされてまして、それもやっぱりいい感じの曲なんで、まあぜひね、ジャパニーズロック、オルタナティブロック、好きな人は、まあ、まあ、この動画見てる人はまあ、そうですね、もう音楽好きな人とか、まあ、多いと思うんで、ちょっとチェックしていただきたいなと。はい。今日本で大注目のバンド、七文学、要チェックでお願いします。で、七文学の皆さん、また、今年またね、ちょっとライブの状況はなかなか厳しいですけども、もうコロナ明けたらもうがっつりやっちゃってください。